長田光次郎9月7日から1985年8月17日は大韓帝国出身のテナー歌手。本名は、金英吉。北朝鮮で講演する、金英吉エ1929年20歳で日本本土に渡り、陸軍富山学校文学隊でトランペットを専攻。1933年5月の第2回音楽コンクールの声楽の部で自席。 1934年11月の第3回音楽コンクールの声楽の部で第2位。昭和10年11月の第4回音楽コンクールの声楽の部で第2位。レコード分野での足跡は昭和9年に日本ポリドール株式会社のポリドールレコードとキングレコード、そして朝鮮半島用のポリドールの3名柄で始まり。 同年3月上旬に金楽舟の名義で録音した国歌美の歌が最初でポリドールレコード4月新譜追加として3月下旬にレコード番号 2055AB として発売された。同年中は伊達清伊達清小杉俊夫の名義での録音があり、朝鮮半島用のポリドールでは本名で録音している長田光二郎の名義の最初のレコードは キングレコード1935年1月新婦の日本更新曲である。キングレコードがレコードの録音、製造、販売を自社製造後は同社の専属歌手として活躍し、1937年、朝、1938年、愛国更新曲、1939年、愛馬新軍歌、出生兵士を送る歌が大ヒット、その後もキングの看板歌手として、 紀元2600年、大西翼さんの歌、海行く日本などを吹き込む。戦時中の最終発売作品は、富士音盤昭和20年1月新婦の少年戦車兵で、最終録音作品は1945年3月2日の必勝家で未発売、音楽年間の記載から、荒川区三河島、中野区、宮園2、中野区江戸田の居住が確認されている。戦後、 朝鮮戦争で母親を失う。1960年、第6次戦で祖国の北朝鮮に帰国し、在日朝鮮人の帰国運動に影響を与えた。朝鮮労働党の幹部の前で、イタリア各局、オーソレミオを歌い、資本主義者として批判され、不自由な生活を強いられる。その後、近年に至るまで詳細な消息は未詳であり、家族を日本へ帰そうなどとしたことから、 一家全員処刑された、あるいは炭鉱や収容所で亡くなったなどの説が、脱北者の証言などによって囁かれていた。しかし、長田の関係者によると、その後は地位を回復し、1985年に75歳で、病没するまで、後進の育成に尽力していたという。また、日本人妻との間の子供は現在北朝鮮内の大学で音楽を教えているという。 2009年、北朝鮮に渡る直前に残した写真と色紙が新潟市内で発見された。2010年3月19日にキングレコードから蘇る幻の名テナー永田孝二郎として21曲入り CD が復刻された。ありがとうございます。